ジャイアンツの先発は開幕ローテ2番手争いのグリフィン。初回に失点する場面がオープン戦ありましたけども、今日は三者凡退に抑えました。対する楽天イーグルスの先発は故障明けの庄司です。佐々木、門脇、梶谷と3者連続三振、両投手とも素晴らしい立ち上がりを見せました。ジャイアンツ今日最初のヒットは大城でした。庄司のストレートを捉えましてセンターオーバー、フェンス直撃のツーベースヒットです。3回です。昨日ホームランの太田からグリフィン三振、小深田はバットが折れました。自ら掴んで3回パーフェクトピッチング。グリフィン開幕ローテーション2番手2日目内定という阿部監督の言葉もありました。3回、外野手争い、熾烈な外野手争い、今日スタメンの萩尾がレフト前ヒット。4回です。ワンアウトからこの小深田のセカンドゴロ、これで庄司はマウンドを降ります。3回3分の2を投げて無失点でした。その後を受けたのは清宮小太郎、3球ストレートで大城見逃し三振、支配下登録へのアピールとなります。2番手でマウンドに上がりました井上温人、5回、吉川尚輝、この当たりをこの好プレー、後ろ向きのフライをキャッチします。5回の裏、ジャイアンツはワンアウトランナー3塁1塁、ツーストライクから粘って佐々木の犠牲フライ、萩尾も戻ってきて吉川尚輝もこの走塁です。ジャイアンツが1点を先制します。6回の表、井上温人の3イニング目は圧巻でした。小深田、田中和樹、そして代打の伊藤幸也と3者連続三振、3回を投げて無失点の井上温人です。7回のマウンドにはケラー、ランナー出しましたが最後は空振り三振、ケラーも上々のピッチングです。7回の裏、守備でのいいプレーがありました吉川尚輝、センター辰巳グラブに当てたんですがボール捕球できずスリーベースヒット、今日2安打です。8回の表、マウンドには連投になりましたバルドナード、辰巳、石原、小深田、ここも3者連続三振、バルドナードも素晴らしいピッチングを見せます。9回の表には大勢が今シーズン1軍初登板となりました。まずは先頭、そして2人目と三振に切って取ったんですが、代打の鈴木大地、三塁線を破るツーベースヒット、その後フォアボールがありまして2アウトランナー2塁1塁から島内のライト前へのタイムリーヒット、大勢復帰登板は1失点という登板になります。同点に追いつかれます。最後黒川をショートフライに打ち取ったんですが、さあ明日どんなピッチングを見せるかという大勢です。9回の裏、最後浅野のショートゴロでオープン戦1対1の同点でゲームセット。いよいよ開幕に向けてオープン戦は明日の一戦となります。さあ大勢がどんなピッチングを見せるか、ジャイアンツがどんな試合を見せるのか楽しみです。